ルーパーポジティブナノティこと小島奈緒でした。
それでは早速メンバーの自己紹介に行きましょう。まずはクエリン。はい、HR のパパラッチ、眩しい笑顔のクエリン。ありがとうございます。高校3年生、17歳のクエリンこと中村クエリンです。よろしくお願いします。はい、見た目は清楚、中身は天真爛漫、豪快笑顔のココちゃんこと渡辺心です。よろしくお願いします。はい、スーパーポジティブローティンこと小島奈央です。よろしくお願いします。生誕祭の時の髪型超マニオタク。
好きじゃなかったこともないけど、どっぷりハマるまでオタクってわけじゃなかったけど、なんかその HR 入ってからもう2年経つけど、2年間そんな特になんか何もなかったけど、ここに来ていきなりハマった。やばいな、ちゃんが喋ったらしなけること忘れてた。やっぱさ、私にさ、話を教えっていうのやっぱ良くないけん。でもなんかいけるいけるみたいな感じ。言ってない。まず自分で言ったんや。なんでもいけるいける乗り越え勢いみたいな。いやだからアイドルが好きだからね、なあちゃんが、これからどんどんどんなアイドルが来るかっていう話をしようと思ったっちけど、おすすめのね、でも私は、あ、なんでもない。え？いいよいいよ。え？え？
か飽きるのが早いんですよ。あそういう人やだそういう人やだ結構ここにもいらっしゃると思う。飽きちゃう人いるかもしれないからね。そう大丈夫大丈夫、はい、今日ここに来てくれてるからお肉とかも行ってないし。そうですね、嬉しいです、ね、お肉中心行ってないし、まあ、私はお肉の方にさよなら。Thank you.
しかったね、うん、不思議なお絵描き、なんていうのかな。はい、説明しますね。お、お願いします。出てきた。タクシトとザイクシトがいて、うん、例えば私がアンパンマンを描くとするじゃないですか。お、はいはいはい。それをなんか普通だったらこう丸を描いて、うん、お花、花から描くんですね。あ、目から描いて、なんかアンパンマンってわからないようにアンパンマンを完成させるみたいな。おお。絵を描く人はその誰が描く？わかるか。そう、わかる。確かにね。芸人さん。そう、面白そう。面白そう。はい。はい。じゃあ、していきますか。誰が描きますか？今思ったんですけど、2人とも A 上手ですよ。いや、じゃあずるちゃんから行きます。ほら、最初だったらさ、一番最初ですね。あんまりなんかプレッシャーが。そうだね。そうだ、まだもやもやするし。ありがとうございます。やってます。じゃあ、行きます。違うんだ。
Yeah.
はい、ユニット曲お聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はこの箱に入ってるからちょっと企画をしようと思うんですけど、今日はなおちゃんキャプテンにメンバー全員のお悩み相談をしてもらおうと思います。なんか、綺麗になるそうで、山場なっちゃった。このこと言っていいと思いますよね。
ですか？匿名希望って書いてます。私じゃないよ。低い声、低い声。
けどなんか、でも今日やっぱ今日 MC いけねえなはい次もうないけん私返してくるけん2人でまとめて次の曲いっとっていいよ。あ、いいですか先に。はい、楽しかったです。楽しかったです。低い声出る声出る声ちょっと高い。あー、でもアイドルだったらさ低い声そんなにいらないなんちゃんのことそんなディスっちゃダメにあがるから
えって聞いてました。はい、そう、それなので、あの次に行かせるように、今日から、今日はね、安田さんとかも中澤さんとか今日8人でいなくて、8人での公演だったんですけど、8人だとみんなが一人一人を見る回数が増えるから、少人数でも大きく踊って公演を楽しんでもらえるように、これからも頑張りたいなって思いました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
I'm not afraid to die.
Hey!